対局時計は、二人ゲームの競技者の持ち時間を表示し、ゲームの時間管理を行うために使用される特別な時計。チェスクロック、またはゲームクロックとも呼ばれている。対局時計左が時計 A、右が時計 B。対局時計時計 A は旗が落ちそうな状態。時計 B は旗が落ちた状態。対局時計あらかじめ対局時間を設定する。公式戦では、 先手と後手は同じ持ち時間になるが、非公式戦で実力に差があれば、ハンディキャップも設定できる。対局開始の合図と同時に、後手がボタン B を押すことで、対局時計のカウントが開始される。手を差した後に、自分側のボタンを押すことによって、相手側のカウントが始まる。以後、これを交互に繰り返す。対局者のどちらかが設定された、制限時間を超過すると、 その対局者は時間切れで負けとなり、対局は終了する。1960年、フィッシャー VS タリチェスの公式戦においては、対局時計は必須の器具の一つである。世界大会の決勝や世界チャンピオート同士の対局で、あっても双方の対局者自身がボタンを押す形で、使用される。将棋においては、基本的に記録係が管理する。 チェスクロック方式という用語があるが、これは持ち時間における消費時間を秒単位で管理する方式を意味し、主流である消費時間を秒で切り捨てするストップウォッチ方式に対比させた用語であって、必ずしもチェスクロックを用いるわけではない。プロの公式戦においては、チェスクロック方式の場合であっても、時間の管理は記録係が行う。また、 2014年以降は専用アプリによるタブレット端末が用いられており、本来の意味での対局時計も用いられていない。ただし、非公式戦においてはプロが関わる対局でも用いられることがあり、フィッシャールールで行われるアベマ TV トーナメントにおいては、チェスクロックが用いられ、対局者双方が時計のボタンを押す。以後は対局によって、 対局者が管理する場合と記録係が管理する場合がある。対局時計、ありがとうございます。